皆さん、おはようございます。サクソンベイです、今回のプレイヤーズムービーはですね、今紹介していただいたこのアシックスのアパレルたちを紹介したいと思うんですけど、このアシックスのアパレルにはですね、アシックス特有の機能を持ったですね商品が何点かあるので、こちらをランキング形式で紹介したいと思います。それでは早速第3位いきます。はい、第3位はこちら、アシックスのプラクティス T シャツです。こちらにはですね、速乾性に優れたサイバードライという機能をですね使用しておりまして、汗を外に出してくれるという効果があります。でこれを着てバスケをすればですね、汗かいてベタベタすると思うんですけど、それがなくですね、サラサラの状態でバスケをすることができます。でこちらにデザインが何種類かありまして、こういったポジションが書かれたタイプですね。後ろにはポジションに合った一言が書かれています。でもう一つはバスケプレイヤーのためのメッセージが書かれた T シャツですね。なので皆さん、自分に合ったポジションやメッセージを選んで着てみてください。以上、第3位です。では第2位に行きたいと思います。はい、第2位はこちら、アシックス TI シューティングシャツです。こちらにはですね、プロフィットテクノロジーという人の体に合わせて作られていまして、伸縮性がすごいあるので、どんな動きにも対応できるようになっています。しかもすごい軽いのでですね、めちゃめちゃ動きやすいです。さらにドライプレミアムという、また先ほどのサイバードライとは違う速乾性素材が使われてまして、こちらも体がですね快適にプレイできるようになってますので、でこちらの TI シリーズはですね、日本代表のユニフォームや練習着にも使用されているので、その機能は折り紙付きです。ぜひぜひ皆さん、練習などに来てください。以上、第2位でした。それでは流行る第1位へ、ドン。はい、流行る第1位ですが、それはこちらです。でね、 TI コアバランスインナーパンツです。なぜこちらが1位なのかと言いますと、まずコアバランスベルトというですね、こちらアシックスの新機能なんですけど、骨盤を安定させてですね、ジャンプの時にですねサポートしてくれるという役割を果たしてくれるんですね。でさらにこちらすごいところは、アシックスが実際に行った実験でですね、こちらを履く前と履いた後では平均でなんですけど、7ミリもジャンプ力が違うという結果が出ています。ジャンプ力をアップさせるというのはバスケットをやってる人の中では夢だと思うんですけど、こちらを履けばその夢が叶います。では実際に僕もこちらを履いてジャンプしてみたいと思うんですけど、とりあえず履く前でジャンプをしてみたいと思います。この天井に手が届くかどうかという実験をしますので、よろしくお願いします。では履く前ですね、いきます。届かないですね。ではこちらに着替えてジャンプしていってみたいと思いますので、今こちら実際に履いてみたんですけど、早速この天井に手が届くかどうかというのをですね挑戦してみたいと思います。おお、全然違います。ジャンプ力がめちゃめちゃ上がるので、ぜひこちらを履いていただいてバスケをしていただけたらなと思います。以上、アシックス機能アパレルランキングでした。